ロベール・レモアンは、フランスのレジスタンスの活動家。チリに生まれ、1936年スペイン内戦に、共和国派の国際旅団の一員として参加し、フランシスコ・フランコの軍隊と戦う。フランスに戻り、ノルマンディのルアーブル海軍士官学校に通い、技術士官となるべく勉強する。1940年7月のフランス降伏後、ビシ政権に反対したため、 フランスの警察に逮捕され、トゥーロンの刑務所に入れられるも、海軍の関係者の手引きで脱走して、イギリスに渡った。イギリスでは、ドゴール系の組織である僕らの一員として、レジスタンスの教育を受け、再び、フランスに潜入した。その後、イギリス軍の要請を受けて、4人の仲間と情報を集め、ロンドンに送り続けた。パリが解放される2ヶ月前、 1944年6月10日、ゲシュタポに逮捕され、拷問される。パリの南にある、フレーヌ刑務所に収監されて、すぐ、ドイツ軍による裁判で、他のレジスタンスのメンバーと共に、死刑の判決を受け、レモ案を除くすべてのメンバーは銃殺された。1944年8月15日、ドイツのブッフンワルト収容所に連行され、その後、ドラ収容所に移され、 脱獄を図るも失敗する。公主刑になるも生き延び、1945年4月15日、カナダ兵に救出される。ありがとうございます。